ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。僕から家族さんの連絡不足やったっていうところ、石田ができなかったじゃなくて、日本福祉サービスとしてあそこの施設はできないんだなっていうふうな評価にご家族様から、利用者様からは思われてしまうやんか、はい、本当に家族さんと文家さんの分にすごいご迷惑をかけたんだなっていうところは、出勤したら夜勤さんにあの夜間の様子をお聞きして、はい、そうですね、まあ、落ち着いてたとか夜間何か気になることなかったかっていうところを聞いて、ちょっと日中の人に申し送ったりとか看護師さんに伝えたりっていうのを、まあ、まず出勤したらやってます。スマホで記録を取るって話をしてたんですけど、はいはい、これをね、はい、読み込んでもらったら、はい、宮本さんの今日の1日の訪問介護サービスっていう記録を取らないといけない排泄解除とか入浴解除に関して、うん、そのスマホ内で表示されるようなものになってですね、はい、それの IC タグになります。これ職員さん分もあるんですけど、入居者さんもお部屋にね貼ってあるんです、はい、お部屋の貯金したらピーして読み込ん で例えばこの〇〇さんっていう方のサービスに入ると思ったら、そのスマホでピッて読み込んでもらってサービスに入るっていうのが流れになるので、貯金が見込みやすいなって書いてるんですか。いや、多分ね、まだ全く何も書いてあるってことですけどね。入居予定の方ですか。あ、いや、今入居されてる方のご家族さんなんですけど、ちょっと手帳の申請に関してちょっと質問があったので、今ケアマネージャーさんに確認してお答えしたって感じです。なるほど。前回なんか結構大きなミスをした方の時に言ったんですけど、最近なんか働きぶりが変わったりとかって見られますか。今までだとずっと事務所で作業してるっていうことが多かったんですけど、今はまあ現場の方に来てくれて、でまあパートさんと話してくれたりとか、その社員ともコミュニケーションを取ってくれたりとか、店舗での情報共有っていうのが結構今できてきてるところかなと思うので、すごく多分みんなやりやすくなったんじゃないかなと思います。ありがとうございます。今回はあの期限がもうすぐ切れるので、新しく認定調査をして新しい介護度を出すっていうようなものになるので、あと今病院さんから連絡があって、今日入居の方がもう出発しましたって話があったので、だいたい20分後ぐらいに到着になるから、もうそれまでにちょっと認定調査終わって入居者さん受け入れっていうところをやりたいなっていうところですね。ちょっとバタバタしそうです。はい、ちょっとバタバタしそうです。頑張りなさい。はい、頑張ります。現在お部屋。失礼します。あ、すいません。手が滑っちゃったとか。手が滑っちゃったんですね。力が入らなかったんだと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。なんとか午前中終わったんで、ちょっと昼飯食ってから昼からも頑張ります。いきましょう。うっす。あのチャック映ってますか。チャック、そうですね。
施設長2回やってるんですけど、どっちとも前に施設長がいたところを引き継いだって感じなので、今回オープンで初めて施設長やるっていうので、すげえやってみたい感はあったし、目標で京都で施設長やりたいっていうのがあるので、行った時にやっぱここの経験ってすげえ生きるかなっていうところでやりたいっていう話は上にはしてました。指名したからにはやりきるっていうところでいつもやってるんですけど、まあ最近いろいろ失敗とかもありつつ、それでもやっぱまだ痛みで継続っていうところは信じてできるって思ってくれてるって僕は思ってるんで、もうあと期待に応えるだけですね。全力で頑張って応援してます。ありがとうございます。であれば20日の11時からでお願いできますかね。ナースコールみたいな感じですか。あ、なんか本人から呼び出しは。どうしました？はい。どうかしましたか？見せてください。今日は結局、生きてきてね。あー。こんなもんな、食べねえよ、私。だからみんなって言われたこれね、でも僕もらえないんですよ。志村さん。持って帰るもんよ。神様に備えておくだろ。備えたもん。みんなと終わり。ここのルールでもらったらいけませんね。もらったいわんのじゃいねえよ。あとね、僕ね、病気で甘いもん食べたらダメなんです。僕糖尿病やから。うん、糖尿やろ。まあ、あんたがね、こんなやってもらおうってのに。ほんまやね。ありがとうございます。自分でゆっくり食べてください。この人何？カメラマンさんです。あ、カメラマン。今日僕の撮影なんですわ。え？僕を撮影しに来てるんです。ここ。僕。あんたは。うん。島田さん映りますか？よしだった。これええとこやからな。ありがとう。石田施設長はどうですか？優しいですか？僕はどうですかって。え？僕？僕どうです。石田さん。そうです。いいよ。いい人いるか。いい人。いい人。いや。石田さんそんなことないですわ。もう少しで晩ご飯なので、お待ちしてます。はい。はい。はい、ありがとう。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様でした。今日もバタバタしたんですけど、なんとか一日乗り越えれました。今日ちょっといろいろ盛りだくさんやったんですけど、ちょっと周りからいろいろ支えてもらいながら、なんとか安全に終われたし、入居者さんも新しく今日入居されて落ち着いておられましたし、さっき新人のパートさんとも振り返りしたんですけど、やっていけそうっていうような話があったので、よかったなと思って、また明日以降ちょっと動向ついていけたらなと思ってます。僕9時からちょっと後輩とご飯行く約束してるんで。いいですはい、今日は魚が食べたい言ってたんで、梅田に行って魚食べてきたいなって思ってます。それめがけてちょっともうちょっと頑張ります。はい、美味しいご飯食べてください。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。